皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もリマザード遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この映写機によってフェルトン博士の過去を垣間見たところ、ただその直後に謎のシスターが出現で、そのシスターの剣によってぶっ刺されてしまいました。で今日ね、一旦これをまず起動して逃げていこう。あのシスターね、こっちから来た、こっから来たんだな、そっちね。でプラスそこ開きません、そっちの奥ね、そこの扉。よし、この配置を覚えていきましょう。多分スキップできると思う。よし、でこれも飛ばして連打する。こっからなんだよな、捕まったらワンパン KO なんだよね。シスター、あの絵の女性か、早くして。LBLB バカになるわ本当に。よしさ、これでそう、こっから突然スタートして、でこっちにさあ来るがいい。でこれどうする、どう返すのこいつ。ほら剣持ってんだよ。あ、こっち行くんだ。赤い二層から隠れろ。どっちに、あいつそっち行ったな。ちょっと待って、いやーめっちゃ追ってくるんですけど、そっち行ったら一周だもんな、書斎でしょ。となったらもうこっちしかないもんね。あー、ステイポイントでこっちか、あの寝室だ。こっちどうで押さえる、こう、行ったのか、いやそこにいんな。連打、あ、いるっぽいな。あ、まだいるな。ここのさらにあっちか、こっちか、ここに行くんだ多分。早く、どうだ。ここしかなくない、もうこんなの。おい無理だろこんなの。これどうすんの、逃げ場なくない？ちょっとか、どうする。死んだらまたそこからしよう。ただこいつの巻き方がよくわからん。どうするこれ、下に行く。さあこれで隠れていけるか。よし頼む。さっ、おお、これ見えただろ。いや、バレてない。なんだこいつ、どっから来たの。いやこれ困ったな、行き先が全くわからん。どこに行くのこれ。赤い二層から隠れよう。はい、で隠れたんですけど、これでっていう話じゃない。でどこに行く、今のとこ消えてもないよ、アイテムないもんね。書斎なのか、もしかしてまた。あのおっさんどこ行った、フェルトン。下にいるっぽい。これそうね、どうする、どこに行く。一旦セーブしようか。ね、追ってきてんのかもしかして。怖え、これダッシュ、またそっちなのか。よし、なんでここで強キャラ追加すんの。待ってね、あと回復しよう。まずこっち一旦セーブする。どこに行くか全く分からん。よし、完了したっぽいタスク。で、次は、この次は、どこに行く？これ何？刃物。よし。一応持っとく。交換する。よし。で、ようやくセーブだ。さあ、セーブかけて、
強キャラ来る。テコ入れ完了する。こっからどこに行く？ちょっと待ってね。回復してからセーブしよう。再び。よし。で、どこ行く？ブレーカーは落ちてない。こっち。こっちはこれ普通にまだ行けますね。写真があって、これね、これがジェニファーなのか。たぶらかしたと。いや、でも奥さんなのか。アリアンナ。どっちだろうね。で、音鳴らしていける。こっからは先に行けません。ダクトっぽいとこ。ここもないかな。ここもない。あとこっちね。これも無理か。どうしようかな。2層から隠れる。一応隠れはしたんだな。ただ、敵は増えたよね。あのおっさんと2層か。シスター。どうしよう。ただなんかフェルトンも恐れてたっぽかった。私を殺しに来たのか。ちょっと待ってね。タスク。これか。地下室の中の階段コントローラー。ただ電池がない。どっかにあんの？電池。あ！ Hey! Wait! 誰？セレステの失踪について調査しろ。完了じゃねえんだよ。完了じゃねえだろ。おい。自己完結すんな。なんで完了した今。なんで完了した？よくわからない。なんかいたぞ。ジェニファー。あ、いるんだ。さあ次。なんか露骨に落としてんですけど。屋根裏に行け。何？屋根裏。こっち、音がしてる。まあ、行くしかないよね。じゃあ、下にやっぱりありあんのか。ここで見とる。この音何これ？めちゃくちゃ音でけんですけど。こっちじゃないな。この裏か。こうなるとね、さっきの寝室？でもあっちから来たよ。行ってみようか。怖えよ。最近ね、映画のドントブリーズ。あれ友人と一緒にまた見たんですけど、やっぱね、あれすごい面白いわ。あれはね、面白い。なんかね、エイリアンアイソレーションもね、人間版っていう気がする。あれ特におすすめです。いやー、めっちゃどんどんしてる。めっちゃどんどんしてるよ。なんなん。ちょっと待って、一旦これセーブしていいですか。これなんでそんなどんどんする。よし、セーブセーブしないと巻き戻るんだもん。だってで止まったね。なんだこれ。こっち超常現象っぽくなってきた。どう？死体がない。おい、どうなってる？で、ロックされた。なんで？あ、これさっきの蓄音機か。死体が動いたのか。どうなってる？いや、不思議ですね。不思議なこともあるもんだ。さて、どう脱出するか。これは特に変わってない、フェルトン。とね、なんか、写真かな？何？クリストモレンタの赤い修道女たち。工作人たち。ロッソガの農園。1970年。多分これ割と最近のこと。これなんだこれ。真ん中の人、これだけ顔が潰されてない。一番真ん中の人ね。これが生き残りなのか、多分。シスター。で、裏側。
字がちっちゃいんだよ、おい、これ。めっちゃ書いたな。これすみません、ちょっと要約して読んでいきましょう。彼の火災の最中、畑で誰かが生き残った。それは彼女だと分かったの。彼女はセレステを追ったみたい。彼女は家へと戻った数日後にドアの前に現れた。リチャードによると、これは神聖の印なのだと。彼はこれが私たちの子を戻すことを助けるのだと思っている。だがデタラメ、彼女こそが私たちの子なの。彼の知恵のこだわりが私たちを全滅させることでしょう。戻ってきたのジェニファー。ただ何、ジェニファーこそが私たちの子。よくわからんな。で、下半分。これね、すみません。こっから下に行かない。なんだこれ。これが最後なの？農場の工作人のうちの一人。アッシュマンの娘。彼女はあの嫌な顔を手なずけることに成功したわ。がしかし私は彼女を炙り出したの。彼女はフェノキチル試薬2への復讐の機を求めている。そう、我々がやった全てへの。そして今、彼女はセレステと共に私を家に、その小さな寝室へと監禁するよう、リチャードを説得した。私ができることはあまりない、もう。で、この最後のところが読めない。これなんだろうね。下に行かないんですよ、スクロール。彼女はセレステを追った。で、数日後に戻ってきた。で、その彼女がセレステと私を家に監禁してる。で、奥さん死んでしまったと。で、その彼女、名前はないんだけど、畑の火災の生存者。それはこれなのか、多分。このシスターか、この真ん中の人。これが生存者。で、お家に来ましたと。おそらくそうなのか。どうすんの、蓄音機。なんだ、何？突然整理整頓されたんですけど。あ、声がする。多分こっちいけないと思うわ。あ、いやー、いけるいけるいける。まだまだまだ。足音がする。ちょっと足音がするんだって。これ何、これ何、これ何？古い傘の絵。どう使うんだこれ。古い傘の絵。あ、屋根裏か。フックにするんだ。なるほどね。あ、ただこの左にいるんだよな。ちょっと待ってね。再びセーブしよう。古い傘の絵。これを使って、まずこっちでしょ。で、セーブしよう。早く早く。よし。さあ、セーブ。誰、どこに行ったんだ？一番上なのか、もしかして。これシスターまた徘徊してんの？だから博士は？弱気になってどっか行ったのか？おい。どう？パッと見ないと思いたいんだけど。あ、なんか音すんな。音がする。何の音？さあ、こっち。あ、こっつんこっついてる。待って待って、近い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 よ。こっち来たらもしかして。あ、近いっぽいな。いや、ただ扉の音。裏か。これね、そう、左が向いていけないんだよな。位置関係がわからん。下か上か。多分ね、ここじゃないな。よし。だってこれ光つけたらバレるんだもん。これで行くしかない。で、屋根裏、ここの上なのか、それかもしくはそっちなのか。あ、ここか。ここなんだ。どうだ？傘、早く。よし、
ただこれバレそうですね。さあ新ステージ屋根裏部屋。これさ、おそらくこっから登ってくるってのはないよね。なんかアクション的にそういった動作なさそうで、隠れていけない。なんだ、あ、主人公ね、マネキンだらけ。誰かいるか。セレステじゃないの。あ、あと絵があれば、子供の絵。ここにずっと軟禁されてたんだ。どう、いるかな。あとそっち祭壇があるわ。さあここでこっちアイテム、アイテムなんかない。インタラクト、よし。何、小さな女の子はここに住んでるようだ。やっぱり屋根裏か。ここにね、幽閉されてるんだ。さあコミュニケーション、会話しよう。どこにいる。なんだ、さらに上。写真アイテム、新しい家、新しい仕事、新しい生活で、写真ですね、塗りつぶされてる。でひっくり返して、1965年二ほどき、アリアンナと性、ぐちゃぐちゃってなってる。多分ねセレステかな。私はジェニファーよ。セレステじゃない、私はジェニファー。つまりセレステとジェニファー一緒なのか。幻覚なのか。これ持ってかなくていいの。セレステじゃない、ジェニファー。でもだいぶ身長高かったよ。こっち、あ、そこにいたんだ。おお、でけえ。これ何、セレステなの、それかジェニファーなのか。どうなってる。The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chotoskoro. A coal mine repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby.A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact her if you find yourself in the presence of this woman,
That woman looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking for. Did you know that here? さあ、ここどこだ。これ暖炉の後ろの壁、そっち側で一応助けてくれたっぽい。あとこの主人公ね、これ犯罪者なのか。さあアイテム、これは取っていけないか。いや取れるわ。よし、こっちは強そう。ただ体力がない。これどうしようかな。回復したいね。アイテム、キーアイテムないか。でも調べていけない。歩いてこないよね。あちょっとこれあの人来るの。なんだこのミスコモイバトルは。エナー X、 よし、ここでこいつ来るのか。これ死んだらどっからなの。これが一番怖いんですけど。キーアイテムなんかあるんじゃないのこれ。ここになんかあるぞ。これなんだこれ。座るの緩いんだよな、おい、これ。こいつ巻く必要があるのか、まず。ですね、ここ、あれか。まずい。食堂か。いや、これ死んだから。こいつ来んのか。さあ、もしかしてまたもやセーブポイントからなんでしょうか。どっからなんでしょうか。こっから、あ、ですよ、よしよしよし。ですよね、これはさすがにね。あいつくんのか。で、そこに何かあったんだよな。リモコンじゃないのか。ここ、これない、これ。スノードームと、アップグレード、よし。これ使っとこう。よし、さて強化して、針強化、あとねこっち、これ開くの。開くんだ。でそこにセーブ、よーし。これ開けて、あ、でここに繋がるんだ。なるほどね、一発セーブ。よし、あのシスターね、あれが強い。で回復、あ、来てるっぽいかな、もしかして。あのシスター本当に強キャラ。よしと。てかあれなんでバレた、走ったから。でそこにこれ、これどうすんの。よし、電池、あ、怒った。これ取ると怒るんだ。あれこうなるともうめちゃくちゃになると。電池ということはつまり、ね、一番下ですね。あれこう走るとあの人も来るよ、ほらもうめちゃくちゃになるよ。こっちはね、はい、電力が不足って何でしょう。電力って多分体力とかスタミナだと思う。これどうしようもね、一回死のうか。これ切れるんだと思うんですけど、まあもしかバーッといって隠れられるのか。あ、巻いたっぽいな。でここにクローゼット、よし、ちょっと一旦入ろう。いや、あいつ切れるんか。で電池持ってる。あ、来たな。誰が来た、だいぶ近い。シスターかな。あ、こいつか、やっぱり。
まず落ち着いて、はい、スティックでこうか。よし、大丈夫。これめっちゃ簡単。よし。あとあいつ見るわ。セレステ。あの二人って何、協力関係にあんの？多分喧嘩してないもんな。よし、さあこっから出て。で、一応しゃがみ。これでようやく電池。これを使っていける。どこに行くんだ？待ってね。電池。で、上に行くのか。アイテム取るのか。音鳴りそう、音鳴りそう。大丈夫、大丈夫。で、からの、こう行く。どこに行く？アイテムかな？よし、これ何？オイル缶。待って、急に暗転すんな。オイル缶手に入れた。ただどう使うんだ？オイル缶。これですね。滑りの悪い器具の滑りを良くするために使えるだろう。そんなんあったっけ？今のところ。オイル缶。どこだろう？さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、このオイル缶を使って先に進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。どうね、また次回リバザードでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。